うらやましいうらやましいか配信が仕事って本当に言ってるネタじゃないのうらやましいかどこが ノリで言ってるだけでしょ、それ。なんで羨ましいの。 ゆとり何ゆとりってんんゆとりゆとりってなんだろう 音休みたいってこと サメうんなんか徐々に徐々に FC2 に行ったぐらいからだんだんキャラクターが変わってきて俺今のサメさんが好きだねなんか,向かいは昔は誤解を受けやすかったのかなと思ってて猫をいらっしゃいワード2おとなしくなったっていうかスタイルが変わったよね明らかに俺今のサメ島さんの方が好きだよ正直なんかいい感じだと思う 再来週、ああ、もうそんなか。再来週からマジか。早えな。マジか。再来週からか。え、4月の10日からだよ。再来週はまだ早くねえか。猫もふさんいらっしゃい。鶴さん復帰えなんかあったの鶴のシーン。復帰っていうか。んなんかあったの俺、復帰っていうか、その、なんかあったのを知らないんだけど。 何かあったのもめてたとか最近全然他の配信者カバーできてなくてなんかもし何かあったんだったら教えてほしいかな分かんねえな もうちょい先そうだねもうちょっと先だねもうちょっと先何バンか何かになったの鶴のシーンってえ新しいフォロワーさんはるちゃんさんはまはまさんあいあいさんローブさんあわさんシャックンさんフォローありがとうただアンチが多かった軽くいなしてたうん はい今度はどっついらっしゃいまあでも人気が出ることはいいことだからねいいと思うよ全然ありだよ ウナがビビった動画なんだろううながビビった動画って。つゆさん勘弁してくださいの。バールの時のことバール事件なんだろうコメントはずれるな。ああまあ有名だかんね。あれは。バールは。一大事件だかんね。<laughs> うん 花粉っていうかね鼻をかみすぎててねジュピターさん超痛いんですよ鼻をかみすぎてる状態ですねあれでも家にバールで乗り込まれたら怖いぜ普通に。 あれは誰でもビビるっしょういージャグさんいらっしゃいジャグさんいらっしゃいあのバール事件はすごいよね本当にねマジでおっかないもん風船えコンドームをプレゼント風船ありがとう風船ありがとうございますもうちょい小さくしてもいいのか ベストバランスがよくわかんないよね。これくらいか。いまだにね、この配信の配置の手応えがないよね。どこがベストなんだろうって手探りですよ。難しいんだよね、こういうの。 なんか一回画面作り込みたいな時間かけてせっかく休日だから有効活用したいですね空白があるとねどうしてもねなんかね埋めたくなるっていうのが配信者の差がだからね 配置をうまくやりたいんですよ。黄金比とか使ってスライムいいでしょ3匹揃ってるからねスライムキングスライムホイミスライムホイミスライムが一番かわいいね、うん、ホイミスライムが一番いいね 画面の右上人数表記と被って見にくい。あ,あ、そっか。ナイス。それ気づかなかったわ。そうだよ。どこがいいかなどこが一番いいんだろうみんなどこにやるもんなのコメントビュアーって。わかんねえな。ベストの配置がわかんねえ。左下が多いコメント。ここかな。どうやってやるのがいいんだろうな。この辺違うよな。 どこだろうどこが正解なのこれって。どういう風に画面作るのがいいのかなとか思って。どこ右右にすればいいの右下左まだね、未だにね、そこ模索してるんだよ、うん。YouTube の人向けにやってんのよ。みんなはさ、スマホだから見れるわけじゃん。コメント欄とか。スマホとかパソコンで見てたら。YouTube の人って、わかんないじゃん。 どんなコメントの流れでどういうふうになってるのみたいなのを知りたいはずだからそれ用に作ってるんだよね。録画を。スタジオモードって何なんだろうな。ここでいい大丈夫まだあんまりしっくりきてないけどね。 このスタジオモードって何なんだろうトランジション、カット、カット、トランジション削除。よくわかんねえな、これ。うーん。ああ、そういうこと、うん。ちょっとこれ使いこなしてないわ。 これを逆に引き伸ばしまくるっていう手もあるよね。こっち側に配置して。新八地はうまくやってんだけど、こういう手もあるんだよな。こういう手もあり,ありだよね。これ新八地方式。これを透過させてるんだと思うんだけど、多分。そうするとね、画面がめちゃめちゃ小さくなるんだよね。あ、こんな感じかな。これが多分一般的だよね。 YouTube でも左に画面を映してやるっていうあれは真っ赤や、うん、花,花粉にやられてるかもしれない真っ赤っかですよ真っ赤っか。 花セレブ使ってないよ。そんないいや、使えないもん。セレブじゃないかんね、全然。 配信するならニコ生よりフワッチがいいですかそうですね。僕はニコ生結構長かったんですけど、ニコ生よりもフワッチの方が100倍はいいですね。マジで。マジの話すると。まあ、配信者のね、ラインナップ見てもわかると思うんですけど、キンバエとか、ヨッサンとか、ね、名だたる配信者がこっちやってるぐらいだから、こっちの方がいいって判断されてるんだろうね。 面白いっすよ。だって光くんもキャスやめたんでしょ閲覧人数で便所の顔が消えてる何閲覧人数で便所の顔が消えてるって。ああそういうことか。ポスターか。便所先輩を立てないとね、こうか。<laughs> こうすればいいうん。OK。すまんね。 トムが生活保護を切られたら助け求めてんだけど事実なの本当に言ってんのトムが生活保護を切られたら大変なことになるよ。死ぬぜ。絶対ありえないと思うよ。マジで言ってんのえ、俺相談乗るよ、それ。トム、電話かけてきてくれたら。俺聞いてない、全然。トムと LINE 交換してるけど。 いや、高いティッシュは買えないですよ。安いやついいよ。160円で5個入ってるやつ使ってるから。そんな高いの使わないよ。聖徳太子全く意識してねえわ。<laughs> 逆に意識してるやついいの聖徳太子それ、くそ笑うんだけど。 やっぱ聖徳太子ってイケてるよねかっこいいよね俺も7人ぐらいの会話聞き取りでえわーってふわっちって他のサイトよりアウトロー配信者の比率高くないいやいやそんなことないと思うよなんかなんだろう人が増えてきたからそう見えるだけだと思うよここ23ヶ月急に増えたよね、うん、トムは受け取っていいと思うよてか別に受け取っちゃダメな人なんかいないかんね生活保護 おいカエルさんはどつトムさん生きがい見つけててすごいのも。なんかでもそれって俺トムを障害者だってバカにしてるように見えてあんまりなんか差別だと思うかな。別に俺トム友達だから普通に接してただ病気持ってるだけでしょっていう。うん なんか障害者だからどうこうっていうのは俺は逆にもう差別だと思ってるから俺はトムに対してそういうこと接しないね普通に接するねしかし証明を見せてって言ったら毎回消えるんだよねあれで切られないでしょえどういうことしかし証明を見せてって何ああネタ振ってるんじゃないのネタ振りじゃないのあいらに生活保護切られたっていう倍迷惑をやってもらいたいんでしょ ああ、それはただ金欲しいだけでしょ。わかんないけど。うん。アイラをたからとしてるんだよ。ていうかさ、俺、アイラに相談したいことなんだけどさ、3月、売上全体的に下がってないふわっち。俺、超やばいんだけど。やべえよ、配信業やべえよ、マジで。アイラも下がってる ?3 月。なんなんだろう、この流れとか思って。よく理解できないんだよね。なんか、 トレーニングやってるのが原因かなとかいろいろ分析してんだけど、ネタ振りだよ絶対。でも、講座を固定ツイートしてた。講座固定ツイートは昔からやってる、うん。昔から。うん。俺は休憩中。あー。意識してやってんだ。何なんだろうなうん。金回りが3月悪くなるのかなとかいろいろ。155万かよ。どこが休憩だよ、三十30万ぐらいに抑えなさいよ。 すげえよな、本当ランキング見てみよう、マンスリー。ああ、それでも3位なんだ。150万もいってない、これ。100ね、25万ぐらいだね。125っていうものが正解だと思う。この金額全額受け取れるわけじゃないから、多分ビタだと思うよ。 風船一個おまあこんなもんですよ新しいフォロワーさん梅田さんフォローありがとうデイリー61位あデイリーとか気にしたことねえな俺、うん、だって圏外だもん <laughs> 毎回圏外だからこのまま受け取るんだつがつがちょっと割増されてるまあでも100万は絶対超えてるよアイラの伝説の700万はすごかったよね 最高記録でしょあれ。ふわっちん中で。歴代最高でしょ。やべえな、俺63位だって、マンスリー。30位前後にいつもいるはずなんだけどな。アイラは食ってけるどころかトップだもん。ふわっちん中でトップで稼いでるやつアイラだからね。うん。食ってけるっていうレベルじゃないよ。<laughs> 年収5000万ぐらいいくんじゃないの段違いだよ、レベルが。 このまま行くと家賃やばい。そうだよ。やばいよ。うん。なんでなんだろうな。わかんないんだよな。うん。そんなに悪い配信してるとも思ってないし、流れがなんでこんな変わったんだろうとか思って。閲覧も別にかそってるわけじゃないから、原因が全くつかめないんだよね。ピンチだよ。 そう63大体ね3030 30前後なんですよクラインと王子で稼いでんの俺は記録だけお難しいね本当にマジで食えなくなるかな旅配信でもここの家賃払い続けないといけないから固定費で10万ぐらい吹っ飛ぶんだよやばいよちょっと今月はコラボがないどれさんかどれさんだけか だから格闘技配信のループのネタみたいになってて見応えがないのかなとか思ったりとか、うん、ただトレーニング配信は続けていい気があると思ってるから、うん、ちょっと焦りを感じてますね、うん、まあ不安になってもしょうがないんだけどねただ あの、不安になってもしょうがないけど、焦りがないのもやばいと思ってるから、このまま低迷すんのも絶対ダメだと思うから、なんとかあがくよ、俺は。なんか、毎日あがいてるけど。貯金はう,ん,うん、貯金っていう貯金はないかな。俺、浅井さん利用したことなんか一回もねえよ。うん。ワドは食っていける。俺は、まあ、あの、手取りが、 前回25万でしょちょっと待って。いくらだったっけな ?25 万でしょその前が20万。その前が16万5000。その前が18万だから。まあ、バイトするよりは全然いいかなっていうぐらいだったんだけど、今月は15万いくかどうか危ないぐらいだからね。謙虚すぎるように見える。けどそれがワドンスタイルならいいと思う。俺はなんか、謙虚すぎるか。なんか、なんつうんだろうな。 もっとくれくれって言っていいのかねなあ、なおねだりが下手なんだと思うんだよ。要はそう、ストレートにくれって言っちゃうんだよ、多分でも、それって見てる方からすると、俺、気分悪いと思うから、うん、おねだり下手なんだよね。ニコ生魂はなくなったと思う。あ、そう。別に、そんなの忘れてちまってるけど。うんあ、わずつマまきるさんありがとう。 いつかフワッチショックとか起きそう。何フワッチショックって悪い意味でフワッチがなくなるとか、それともバブ,リーがるバブリーになるってこと、うん。田舎だと家賃めっちゃ安いですよ。いやでも東京にいた方がやっぱね、あの配信は有利だなと思ってるから、新宿には拠点ずっと残そうと思ってるね。そろそろ働かなきゃいけないと。俺働いてるけど、うん。働きながら配信やってんだよ。 なんだろうね不発ショックって。おねだり下手で向いてないと思う。でも違う形でうまくいくと思う。俺もなんかあるんじゃないかなと思っていろいろ考えてるんだけどね。窓ってあんまディスらないしリスナー大事にするよな。リスナーありきだもん、絶対。リスナーをディスすることはないですね、僕。 大手玉の頭下げないで上に立とういや、上に立つとかそういうマウンティングとか大嫌いなんだよ。俺の方が強えとか、俺の方が閲覧がとか、もうめっちゃダサいと思ってて。うん。面白かったら人来るから。うん。面白かったら人が勝手に来るし、あの、普通に楽しい放送できると思ってるよ。なんか配信会の一番悪いところって、俺が俺がっていうのが一番嫌いなんだよな、俺。そこにはなんか携わりたくないっていうか。 そういう世界から離れたくて俺この仕事選んだから、うん、誰かの上に立つ気なんかさらさらないよ、うん、違う形でうまくいくか、うん、俺は最初から小敷当然だと思ってたいや別に俺チップもらうことには抵抗ないんだよ全然ただ自分から欲しいって言ったら負けだと思ってて 面白かったら絶対支援してくれると思ってるんだよ。ただね、それがね、うまく噛み合ってたんだけど、先月まで。ちょっと苦しくなってきたんだよね。リアルに焦るよ、旅前で。うん。まあね、ビジネスだって割り切ってんだろうね、アイラは。和ドのイメージ。今がバブリーの前兆みたいな。俺ね、一皮むけるのは旅とイベントだと思ってるね。あの、旅が始まったら、 金回りも良くなるだろうし売り上げも上がるだろうし閲覧も伸びると思ってるのとあとその何だろうこの捨て頃で勝ったらすげえんか喜んでくれるリスナーさん多いと思ってるのよそうだよね雑談系のイメージだよね月30万あったら超幸せだようんアイテムって投げる空気があまりないような気がするフワちゃアイテム限定で言ったら そうなんだよね。空気作りが下手なんだよね、俺。だから、あの、関信号超うめえと思った。関信号の配信見てると、風船一個で、ああ、あありがとうございますみたいな、すごい、あれってプロなんだよね、やっぱ。なんつうの、そう、オーバー、超オーバーリアクションみたいな。あれ芸風だなと思って、すっげえ勉強になった、関さんのは。うん。ふっちてる。うん。どういうのが空気かっていうのが、 空気読むの超苦手だから何なんだろうなもっとガツガツ言っていいのかな、うん、最近はトークの幅も広がってきてるから大丈夫だと思う俺もともと何でも話すよあみすけさん風船ありがとうありがとう、うん、苦しい時だなでも苦しい時ほど人間性出るからね苦しい時ほど笑ってないとと思ってるん、ね、だ 楽しまないとっていう。<laughs> いつ投げていいか。むしそうだよねそ投げ。投げていい流れみたいなのを作らないといけないんだよね。便所さんは30分ごとに延長したいからアイテムちょうだいっていうのはうまいなと思うんだけどうん、うんうん、うまいっていうかねあの気持ちいいだろうなっていう接待だよねあれは。 あの、アイテム次に投げたくなる空気を作るのがうまいと思ってる。空気があったらまた乗りでアイテムが上がるんだけど、ワドはいつもパパーッと咲くでしょ。あのね、違うんだよ。一気にドカンドカンドカンってくるから、あのー、その時にみんなガーってまとめてくれるんだけど、最近ね、その花火連チャンっていうのがなくて、今日とかも1000円だったりとか、2000円とかだから、やべえなーと思って、うん。で、超焦ってんの、実は。 超本当に毎日悩むぐらい焦ってるんだけど、なるべくそれを出さないようにしてる。うん。焦りは半端じゃないよ、やっぱり。ただ絶対出さない、顔には。はい、鼻赤いの。うん、ここね。その焦りのせいでネタがアイテムの話になるからつまらないのでは。まあ、それもあるだろうね。でもまあ、そこは別に話したらリアリ,リ,アリティがあって面白いと思うよ。うん。まあ、こういう時期があったんだよ、和道にも、みたいな。 爆投げ師は結構不発から去って、どこ行ったの爆投げ師は。なんで去ったんだろうね。わかんないけど、うん。こいつうるさいな。ブロック入れよ いやカンパゲ以外あるでしょ全然慎吾さんはうんどっか他の配信サイト行ったのか配信自体に飽きたのかでもそれで食えてるやつがいるっていうことは全然あるんだろうね今光と池沼が池沼って誰だろうこじれ合ってるけどあいつらうまい 適正面白くないんだ好感度が上がってもアイテムつがなまったりするするするうんする難しくて楽しい本当にだから水商売が一番近いと思っててふわっちはあの要はね売り上げだけのこと考えるんだったら太い客掴むっていう水商売の鉄則これがねすげえ当てはまる気がする要は細い客をいっぱいっていうよりも太い客3人とか2人とかでボンボン トップに立つっていう水商売の人ってそうなんだよ基本的に人気商売だよ、うん、ただ人気が上がってるから売り上げが直結するかっていうとそうでもないのよ、うん、ただ強いのは強みは強みなんだけど難しいよねだからリスナーがほかほかに行っちゃったのかなとも考えるけどでもそんな感じもしないなとも思うし 単純にね多分ね調子が悪いんだと思うよ投げづらいんだと思うだから正直ニコ生にも戻ってみようかなっていうのもあるんだけどニコ生に行ってもお金入らないの分かってるからさどうすっかなみたいな予算に行ったって株うーんどうだろう またどんどん人と絡んでフォロワーさん増やすとかどうでしょうか。まあそれが正解だと思うけどね。ニコ生時代の時の国からの支援以外に囲いの支援なかったあるよ。全然。あるある。あったよ。だけど、そんな大額じゃなかったね。ずっと支援はされてたけど、なんか10万とか1回超えたかなっていうぐらいで。こんなに毎月毎月15万超えるみたいなことはなかったから。 振り込みあるある,る1000円とか2000円とか1万円とかただねトータル平均すると3万とか5万とかで調子のいい時でふわっちくる前の月とかで11万とかかなだったと思うよ、うん、おはようさんに全部持ってかれてるかそれはねそう感じるだけだよもともとよっさんとかぶってないからただ向こうの方がでかいから向こう見に行きたくなるのは分かる はい、おー、竜さん花火10個ありがとうございます来たこれ <laughs> 来たこれ <laughs> ありがとうございます助かります。ほんと今月やばくて。本当に助かります。マジで、25万稼げてたのが今月15万稼げるかどうかっていうことで、あの、今話してたんですよ。マジ、助かります。ありがとうございます。さすがだよね。<laughs> 超嬉しい。 このタイミングで10発超嬉しい。ほんとありがとうございます。俺、閲覧湧いてる時こそアイテム少ない。知ってる知ってる。アイテムをこじったら閲覧減る。閲覧とアイテム両方安定してるのがすごいってやつ。すごいと思う。ふわっち限定。いや、逆だよ。その、アイテムをドカンってもらうタイミングみたい。ありがとうございます。桜花火ありがとうございます。お久しぶりです。すごいんですよ。竜さんは。竜さんすごいんですよ。うん。 ありがとうございます、リュウさん。すいません、なんか、うん。だけど、なんだろう、その、自分のスタイル確立していかないと、やっぱり先がないんだよね。どんなでもいいんだよ、別に。<laughs> リュウさん、ありがとうございます。助かります。きた、これ。リュウさん、ありがとうございます。すいません、なんか。いやー、マジか。 めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。いや、助かるマジで。ありがとうございます。本当にすいません、なんか。本当にありがとうございます。すいません。ありがとうございます。本当に、本当にありがとうございます。うん、何を目的でどのスタイルでブレないかとか。俺は、だから、やっぱり、チャンまンスタイルが一番かっこいいと思ってるんだよ。うん チャンマンが一番好きなのが、ね、額じゃなくてあの人のスタイルが好きだね、うん、だから俺はねやっぱねちゃんまんの影響をすごい受けてるんですよちゃ、うんまんが言ってた一言がすごいかっこよくて、うん、ありがとうございますリュウさんすいません前みたいにリスナーランキングメモしてみたらだからそれも考えた公開しようかなっていう あの要はリスナーランキングメモじゃなくて俺が非公開にしてるの公開にするだけで全部わかるんだよリスナー側は誰が1位誰が2位ってただね爆投げしててるる人は嫌なななんじゃいいかなっていうののもあるの要は俺に爆投げしてる人は誰々に爆投げしてるんですよであいつにいくらやったろうってリスナーさんがバレるの嫌なはずなんだようんいや今あのー りゅう、あの、今、あの、りさんが課金してくれたのは、今の一瞬で2万円を俺に投げてくれたんだよ。りゅうさんが使ってる3万円分 <laughs>。たった今3万円分。すいません、もう、もう本当にありがとうございます。すいません、なんか。すいません、なんか。ありがとうございます。本当に助かります。ありがとうございます。まついじゃーって <laughs>。そうそうそう。好きな人と嫌いな人いるけどね。うん、だけど、 これ、俺、俺の考えで間違ってるんだよ。答え出てないから。だけど、絶対に面白かったら絶対に成り立つっていう、すごいシンプルな仕組みがあって、例えば、今俺が食えるか食えないかって、あ、桜花火ありがとうございます。桜花火ありがとうございます。あのね、本当に面白かったら絶対食えるはずなの。要は俺が食えてないのっていうのは面白くないからだっていう判断なのよ。もう図式をシンプルにしてるの。 例えば、金梅さんは面白いから食ってける。うなちゃんは面白いから食ってけるの。で、本質的に稼げるようになりたいんじゃなくて、面白くなって稼げるっていうのがベストだと思うんだよ。うん。そういう風になりたい、俺は。うん。実力をつけていきたいと思ってて。うん。レジェン,ジェンドにね、近づきたいよ、やっぱり。すげえな、本当に。うん。 ゆうさんはド倒に生きぜにありがとうございます。本当にありがとうございます。難しいよ。難しいよ。もう奥が深いよ、本当に。これは。仕事に対してどう取り組むかとか全部出るから。俺は本当にマジな話、なんだろう。配信は仕事だと思ってるんだよ。うん、いい意味で。ド倒は長く続けたら大丈夫だと思う。減らってやめるのはなしでいいと。そうだね。そこだね。本当に。でもね、俺ふわっち来たから一回も減らってないの気づいたあいら。 最近見てないでしょ。そういえばっていう。半年間一回も減らってないんだよね。うん。いや、男気っすよ、本当に。ぜひ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 、あ来月帰ってくるんですね。ありがとうございます。本当に助かります。いや、もう、あの、リュウさんに限らずなんだけど、もうに風船とかコメントとかいろんな、もう蓄積だから、本当に旅できます。本当に。ありがたいっす。 アイラみたいにに面白くなくくなてもうまく小敷きすれば金だけ手に入るアイラは面白いぞナオちゃんあの要は男のナオちゃんがつまらないと思ってるだけでアイラを面白いと思ってる人がいるんだよでアイラのすごいところっていうのはアイラに100万とか200万つぎ込むぐらい面白いと思わせるコアなファンがいるんだよそれってすごいことだかんねでナオちゃんそれができない限りはアイラのことを面白くなくてもっていうのは失礼だと思うよアイラと同じステージに立ったからアイラを批判しなよ 前向きな話は武器かもない俺はねだからね笑おう笑おうとしてるね本当にただねあのー、笑顔が固くなっててすごいうんアイラって何が面白いのあれだよなああるじゃんアイラの面白いところほら3年前さ4年前かうん いや、半年間うんほら、あったじゃん。あいらが思う。ないわ。風船ありがとう、ジャグさん。ありがとうございます、風船。おう、たくみさんワード2。ワードには向いてると思う。俺よりね、コツコツ咲いたら止まらないと思うよ。どうなんだろうね。わかんないよ。それはわかんない。本当にわからないよ。 ただ、俺は、その、あの、なんだろう、うアイラの評価マジで変わったよね。正直、その、なんだろう、うニコ生でも稼いでたけど、なんだろう、う俺ね、アイラって本当は喋れるんだよ。で、閲覧沸かせることもできたい、できるんだよ。だけど、そこはプロ意識で抑えてるっていうか、その、 なんて言うのかな沸かせる配信もできるんだけど、あえてそっちじゃない方にシフトしてるっていうのが、結構葛藤があるんじゃないのかなとか思ってて。その、そこにぶれないで、アイラスタイルっていうのを貫いてるのは結構すごいと思う。本当はね、男受け取れる配信なんだよ。うん。おいワトツータッツンパフェありがとうあカエルさんバーガーありがとうタッツンパフェありがとうアイラ配信長いよ。 野球と同じで出だしが大事。出だしっていうかね、流れなんだよ。本当に流れなんだよ。流れ。うん。ニコ生で見たいっていうかね、ニコ生やってみようかなっていうのもあるんだけど、あのー、絶対減らるんだよ。<laughs> もう確定してることが一個あるんだよ。やりたくなってるっていうのと刺激が欲しいっていうのはあるんだけど、100%減らるんだよ。 ももうそれも分かってるの、うん、だけどその減らってみたくなってる自分もいるんだけど絶対やりだしたら俺ニコ生好きだからなんだかんだニコ生やっちゃう気がすんのそんな気するでしょあんだけディスってたのに1枠やったら2枠3枠ってやってなんつうの絶対俺ニコ生どっぷりになると思うのそれは今のふわっちのふわっちっていうサイトにもふわっちのリスナーさんにも失礼なんだよね うん、やめてほしい。<laughs> 配信合う合わないありますよ。うん俺はだからふわっちのリスナーさんと結構噛み合ってる感じがしてなんかすごい評価が正当に評価してもらってると思ってんの,あの実力以上にも持ち上げないし実力通りに評価してくれてると思ってて、うん、シビアでもあるけど頑張ったら頑張った分だけその好きだよっていう要は好意の言葉みたいのもらえるから俺はふわっち ややりやすいね正直言うとコンテンツ賞あーそれすごい嬉しいねあのねあのそうなんだよ俺が勝負してるのってコンテンツなんだよそこに対して言葉りあるんだけどあのねコンテンツと給料って合わんあ例えばさアルバイトだったら8時間働いたら時給1,000円だったら8,000円もらえるっていう確約があるじゃんでそ,れそうじゃないんだよ 例えば、あのね、<laughs> あの、ノンタンと別れるくだりの配信って、俺、久々ニコ生のノリで、ちょっと仕掛けてみようと思って、で、ノンタンがそれに答えてくれて、めちゃめちゃ面白いと思ったの。俺、次の日朝コメント見ただけで爆笑したの、みんなの。これはなんか面白いなと思ったんだけど、あの日、花火一発も上がってないんだよ。2時間ぐらいあれだけのネタやって、あれだけ300ぐらいのアクティブあって、 だからね、面白いことをやったらあの売上が伸びるっていう図式じゃないから難しいんだよ本当にで実はねあの花火上がるタイミングってこういうまったりしてる配信だったりとかあのコミュニケーションがうまく取れてる時とかに上がったりするからなんかねあの「難しいようん、る。ニコ生にコアのリスナーいるけど本当にコアで本当にワードを好きだったら今いるあなたたちですよ <laughs> うん、俺はあの変なこういう言い方もう顔見知りで正義の味方友達だと思ってるから言うのはあれだけどコアな人ならいるでしょっていう、うん、追っかけてくれるでしょっていうそこは感謝してるんだぜ俺、うん、アイラとね王子は系統一緒じゃないんだよ実は、うん、そうニコナは楽しいんだけどそうあの趣味無料だからあそこはリスナーじゃないから妖怪と戦わないといけないんだよ 私はニコ生から見てますよ。うん。空気感とか一体感だよね。そう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 。だからね、あの、なんだろう。弱さも見せないといけないっていうのがあって、これね、すごく難しいんだけど、弱音を吐いたらダメなんだよ。でも、弱さを出せるっていうのは配信の強みなんだよ。矛盾してるんだけど、うなちゃんマンの抜群なのっていうのは強がりと弱さなんだよ。これがね、わかる人ってね、 あの、配信者側の人だと思う。強がることはみんなできるの。不可しも誰でもできるの。大きく見せようもできるの。だけどね、うなちゃんマンのね、なんかぐっときちゃうのはね、あのね、やっぱね、全力で弱さをむき出しにするときがあるんだよね。<laughs> ほとばしる弱さを、あれってできないんだよ。カメラ回ってるとカッコつけちゃうから。それはね、すごいなと思うよ。うん。王子は今日は天皇陛下ですってて驚いた。もう日本人じゃねえな。 うん、空気感でライブ。そう,そう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 。うん。ニコナは妖怪とバトルのが癖になる。ねそれあるんだよね。配信者の中で、ちょっと、あいつら戦いてみたいになるんだよね。でも絶対負けるんだよね。<laughs> 多勢に無勢だから。うん。一人じゃ勝てないんだよ。だからね、それを味方にすることがね、難しいんだよね。また。うん。 だ猛獣使いじゃないけどね、自分がその猛獣にならないといけないようでね、実は手のひらで転がさないといけないんだよね。ワドンは論理的思考が素早くできるトーク良いけど、そこへアイテム投げる空気を遠ざけてる気がする。正解。正解。うん。だけど、実を言うと、実を言うと、俺のリスナーさんって大金持ちめちゃめちゃ多いんだよ。あの、いろんなジャンルで何かに お金を持っててたたりり経営してたりあと世界的に活躍してる人とか面白い生き方してる人は多いのだからリスナーの質はめちゃめちゃ高いのよだからあの例えばこの前北海道であの飲んだでしょあの時に和道さ俺と店やんねって言ってもらえたのよ俺8軒店潰してんのよそれを全部見てた人が 俺金出すよよっって言ってて言くれてんのよ俺お前と店やりたいんだよってお前に金つかませたいんだよって言ってもらえてやっぱり運は強いよだってさみんなだったらさ和道に金出すとかマジか正気かって思うでしょ全部潰れたの見てきてるわけだからでもねやっぱりねあ恵まれてるなと思ってるそこは、うんまあ、また潰すんちゃう可能性高いから あれなんだけど今でも旅に集中してそれから帰ってきたらご連絡させてもくださいって言ってたでしょ。なんかねそう出したくないこれね昔からなんだよね。なんかこいつに金使わせたらどうなるのかっていうのを見てみたいみたいなのあるんだろう。運も実力のうちね。うん。それはね自分でもよく分かんないんだけどあのなんか実力のある人に好かれる能力はあると思ってる。子供の頃から。人間的魅力じゃないんだよ。才能でもないんだよ。 どっちかっていうと、なんて言うんだろう。こいつに金出したら溶かすなっていうのは分かってるけど、出してみたくなるみたいな。あのね、可愛いと思っちゃうんだよ。可愛がれ,れタイプじゃないの。あの、松本人志にさ、三股がいるじゃんで。三股タイプでもないのよ。ますって可愛いいなこいつっていうタイプじゃないの。何なんだろうな。何だろう。何だろうね。ちょっとうまく表現ができないんだけど。うん うなって猫っぽい。うなはね、ジゴロ。あれは俺女だったら惚れる。うん、猫っぽいっていうのはわかる。そう。う、うなはね、ジゴロなんだよ、本当に。あに。特定の女にベタ惚れする才能があるっていうか、要はね、ダメな男が好きなのと一緒だよ。確かに俺24でアルバイトすらしてない。これ面白い人生。あのね、人生って、 面白いいかかかどうっってて人から言われるるもんじゃないと思ってる俺は例えばどんなに結果残した人でも俺の人生を評価できるのは俺だけなんだよそれはかっこつけて言ってるんじゃないのかっこつけて言ってるんじゃなくて寝るるととかかか死ぬ時とかにわじゃん自分って運営層さんこんばんは自分が寝る時に今日の生き方ダメだったら寝つけないでしょわかる これわかるかなで、本当にいい一日過ごしたらぐっすり寝るんだよ。子供みたいに。子供ってなんであんな急に睡魔が来てガーって寝るかっていうと、パワフルに生きてるから。全力で生きてるからなんだよ。うん。ワードイコール伸びた。リスナーなどドラえもん。あー。あ、俺伸びたかもしんない。俺伸びた好きだもん。うん、俺伸びたでありたいね。うん。それちょっと、 わかかるかもしれない俺理想系のび太ってすげえやつだと思っててあののび太ってダメじゃん <laughs> 基本的にでもねあのね何て言うんだろうのび太って負けちゃうしいじめられちゃうし結果出せないんだけどあいつ意外と戦ってるんだよね弱いくせにだから負けるんだよ これね、あのガミガミ言うてるからじゃなくてねのび太って結構戦ってる気がするんだよねうんあと夢に貪欲なんだよね意外とやりたいことに貪欲なんだよねあいつわ、うん、かるかもしんないヒモキ気質だよね顔芸だけでも吹くもんなウナは俺モテるのわかるよあの俺だって冷静に考えてあの顔のビジュアルでモテるって相当才能あるからね うん、ハげてるんだよ。歯がないんだよ。それでも、若い女いるんだよ。すごいよ、うん。戦わなければ負けないから。そうそうそう,そう。そあ、いいこと言うよね。そうなんだよ。負けることを美徳化したらダメだけど、そうなんだよね。うん、お、和製さんだ、いらっしゃい。伸びたは射的うまい。伸びた射的うまいけどね。 ちょっと釈迦のお水取り替えてくる釈迦がご飯くれご飯くれって言ってるからちょっと待ってて釈迦と戯れてくるわ分かってごめんよ釈迦分かった分かったお水ねごめんね、うん、分かった分かったごめんごめんさ、うん、ご飯とお水ね静かになったねありがとうね教えてくれて ごめ,んごめん、ごめんお腹すいたうん、今、新しいご飯用意するから待ってご飯食べたかったまだ残ってたよ。<laughs> はいはい。はい、いいよ食べてお水も取り替えるか。 出せはいはい。うん、たせ、うん。いっぱい食べな。はい、よ鳥は何言ってるか大体わかるよ、坂は。鳴き方変わったでしょ。うん、ハゲでカツラにハット。でも、清潔感ある。うん、な、清潔感あるよ。部屋綺麗だし、ミナリもすげえ綺麗だよ。坂、うん、家族だよ。 彼らは詐欺師の上に小豆の才能あるからなうん今日オカメインコ買おうとしたらブームに乗るところだったうん文鳥が可愛いよインコより文鳥が一番いいよ詐欺師なのに頭固いあの何、ー、だろう頭カッチカチだよ俺うん、うん なんだろうな、頭硬いっていうかね、なんかね、要はね、変化球がないんだよ。まっすぐしかないんだよ。弱いくせに。それはいい意味で言ってるんじゃなくて、突進しかできないんだよね、本当、うん、パンチ力ないくせに。最低だよね。うん、あの、要は、だから俺さ、あの、ボクシングでもそれ出てるでしょ。 この3週間さ、みんなさ、言われてみればって思うと思うんだけど、フックとかアッパーとかほとんど打たないのよ。ドレさんにジャブって言われたらジャブしかやらないし、ジャブワンツーって言われたらワンツーしかほとんどやってないでしょ。で、この今週から何が始まったかっていうと、ワンワンツーとワンツーワンツーを入れてんの。変化球全くないんだよ。<laughs> 要は、なんつうの 一個覚えるのが超遅いんだけど、一回覚えたらずっと染みつくタイプなんだよ。超遅いの。何かを覚えるのが。だから、ただ体に染み込ませるまでやらないと、物になってないと思うから、フックとかアッパーとかも今日、なんかわざと、あの、配信でやったけど、演出っていうか、なんか、んかこのまま見てても面白くねえだろうなと思って、ラスト30秒、なんかフックみたいなのやったけど、あんまりやりたくないの。ずっとジャブだけやってるぐらいがいいんだよ。3ヶ月。うん。 固く見せてるだけっていうのないうなよだってその柔軟性とか頭の思考が柔らかかったりするんだったらさそれをバリエーション取り入れた方がいいじゃんっていうか話聞いてて頭かていのわかるでしょそういうね怖いことできないんだようんインコしゃべるって聞いたから彼氏ああそうなんだインコはしゃべる文章は喋んないねただ鳥言語はわかるようになるよでも和道の雑談ずっと切っていられるけどそれでもすごい才能じゃないかな 俺ね、あの雑談に関して言ったら、正直言うと、全盛期の頃よりも落ちてる。っていうのも、あのね、いい意味で言うと60、60%の力で4時間できるようになったの。で、昔は100%とか120%の力を30分間できたんだけど、枠が持たなかったんだよ。だからね、なんか、マラソンみたいにできるようになったっていうのかな。もっと、その、面白い雑談や、だからこの前ののんちゃんのは、 どちらかっていうと90%の力で2時間走ったっていう感覚だよ。やればできるだろうみたいな。うん。うん。パンチ出す時も顔も一緒に動いちゃってるのは良くない気がする。顔動いてるか。ちょっと今日見てみるわ。深夜喋り続けてたもんな。そうだね。だから喋りが好きなんだよね。うん。だからなんだろう。ゆっくり喋る。だから本当はね、 あのもっともっと知識とかつけていったりとか本読んでいかないといけないなと思ってるんだけど、うん、時間限られてるからねなんかまあ例えば朝起きるじゃんでそのまま仕事行くじゃんで夕方帰ってくるじゃんで夕方帰ってきて夕方5時ぐらいには配信つけるじゃんで夜中の12時とか1時とかまでえっと11時か12時までやってるじゃんお風呂入るじゃん飯食うじゃん寝るじゃん ほとんど俺、飯配信見たことないでしょ飯食ってんの。ほとんど見たことないはずの。で、寝るんですよ。って考えると、プライベートの時間ってほとんどないんだよ。当たり前だけど、うん。今読みたい本は、そうだな。今読みたい本はね、村上春樹のね、ハードボイルドワンダーランドとか読みたいな。うん。古いなって。いう <laughs> 今それみたいな、うん。映画とかも見たいな。 うん、あと作りたいものが結構ある動画とかあの T シャツとか彼女元気だよノリノリさんいらっしゃい、うん、でもね俺ねあのね実は俺ノンタンの超能力っていうのをすごく知ってて実はねノンタンとの関係が良くない時売上落ちるっていうのはよく分かってんの俺ね みんな気づいてないかもしんないけど俺の配信がうまくい,いき始めたのってノンタンと付き合い始めたからなんだよでノンタンがキャッキャしてればキャッキャしてるほど売り上げ上がるのこれねあのオカルトだよオカルトだしなんか関連性がないと思うんだけど実は俺の中でジンクスがあって彼女が笑ってる時ってすごくいい時なんだよ家では世界的ヒットすると思ったうん だからね、のんたんが配信つまらないとか、ノンタンのメンタルと俺のねそ、配信の内容ってリンクしてるんだよ。なんでじまるの俺、これ結構いい話だと思う。波動があるんだよ。そう。あるの、絶対。うん。石野と飯食って配信してたりね。うん。でもあの頃はもう食えてないからアマチュアだよね。あれは、だから配信今考えてもなかったなっていう部分もいっぱいあるし。なあ、頑張ってたからいいけど。 あれで頑張ららなかったらもうただだの仮想配信だよ、うんそうノンタンは見えてるんだよ要はね俺のなんかがダメなんだよね多分ねなんかが見えてるんだよ、うん、ノンタンは結構的確だからねなんかねその言葉で表現したりとかイメージをなんかこうなんか変な言い方になっちゃうけどメンヘラ特有の喋り方になっちゃうんだけど彼女はねすごいわかるんだよ浅井さんとも会話できるんだよ そうなんだよ。そうなんだよ。要はね、うん、そう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 。俺にいい波動があるか、いいオーラがあるかっていうのを見抜いてるんだよ、彼女は。うん。あ、石野ね、実はね、あの、昨日か一昨日喋ったよ、一言。見た。で、俺、聞いたんだけど、石野はコメントをしてくれた時だけ喋るんだって。風船一個しないとコメント返してくんないの。 <laughs> すげえスタイルだなと思って。俺でもね、そこブレてなくてすごいと思ったよ。だってもう2週間ぐらいずっと無言じゃん。何時間も。で、俺喋ってると思ったらアイテムしてたんだよ。要はアイテム来るまで、それ説明すればいいじゃん。テロップとかに書けばいいじゃん。書かないのがあいつのかっこいいとこなんだよね。相変わらずすげえことやってんなと思って。面白いよね、うん。俺もクールダウンしてる時の、語りの時はアイテム来ないよ。なんだろうね。なんかその、 あのね、も、もっと一個原因ようか。これ言い訳なんだけど、あのね、格闘技だと思ってる、俺は。あのー、格闘技始めたから売り上げが目、目に見るように落ちたの。で、辛いの、正直。もう、はっきり言って、トレーニング枠やめたいし、トレーニング自体やめたいんだよ。それトレーニングが嫌いだからとかじゃないの。あの、もう、配信がダメになるって分かってるんだよ。俺が、俺の、 もともといる客層1500人っていうのは、あの、トレーニングなんか見たくねえよっていう感じなんだよ。俺もうすげえわかるもん。ただ、なんでこれを続けてるか、なんで売り上げ下がってでもやってるかっていうと、あのね、6月10日にみんなと泣きたいの、俺、勝った時に。わかる俺がただ6月10日まで練習配信で見せないで、ね、仮装、ね、普通に勝っちゃったら、おん、まあ相手弱かったんじゃねえの。 で終わるんだよ違う俺は新しく出会ってる人と引き当てさんとかまさにこのトレーニングどれさんからの応援してくれるさあのね筋肉筋肉おじさんたちがいっぱい来てるから筋肉おじさんと一緒に熱くなりたいのよ素材としては弱い方弱ければ弱い方が勝った時面白いと思ってるから俺は自分の弱さを知ってるわけよそうで こいつが勝った方が一番面白いっていうか一番ドラマが生まれるっていうの分かってるから強いやつが勝って当たり前じゃん弱いやつが勝つところ見たいじゃんそれがやりたいんだよねその時に全部ひっくり返ると思ってるから筋肉おじさんでしょ全員うん落ちたうん完全に落ちたねただ意外といろんな人見てくれてるって思った便所さんも努力してんの見てくれてるし鮫島さんが昨日「おわどうつって「お前努力してるな」って っって言って言くれたりとか毎日毎日やってるな頑張ってんなとかだからアイラもさほら落ちたねとか要,要は配信者がロムって見てくれてんだよそうこれは俺分かるからなんかあの見守るじゃないけどやってんの毎日っていううん後から来るって見てる人見てるからそう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 俺は6月10日に全部帰ってくると思ってるから努力した分は今苦しいのしょうがないんだよ うん、ただ負けたらもう終わり。<laughs> こんだけ努力して、負けたらもう終わり <laughs>、うん。爆笑。アンチ大歓喜。2チャンネルが盛り上がるだけ。ブワーっつって。わらわらわらつって。<laughs> 大草原っつって、うん。アイテムは来ない。応援してたリスナーに見放される。努力実らない。怪我する。<laughs> 全部終わり。 だから俺は勝ちたい。うん。あいらは相手もありきの。まだ言ってんの。うん。うん。ナオちゃんやめな。うん。やめな。あのね、あの、俺、これ、これ人付き合いの大原則だと思うんだけど、人のアイディアとか人の生き方を否定するときは、相手がより良くなる方法を言う、言える人だけが、まず発言権があるの。人を否定することって簡単なんだよ、ナオちゃん。 で、俺を立ててくれてるから、俺はいいでしょっていうのは、俺は嫌いなの。うん。そうじゃなくて、アイラのことを否定するんだったら、アイラより実力があるのが大前提。もしくは、アイラこうしたらいいんじゃないっていう言い方に変えた方が絶対いいって。ナオちゃん損するって、その生き方。うん。人を否定するのは、バカでも幼稚園生でもできるから。でも、ナオちゃんの人生が良くなったり、ナオちゃんの人格がさらに良くなるのとか、人から評価されるのって、あその、 人を褒める癖みたいなのとか、人のいいところを見つけられるようになんないダメだって、うん。もったいねえよ、うん。俺は自分のコンテンツ大事にしてるけど、そう。うん、俺はあいら友達だ友達の悪口言われたら気分悪いじゃん,、うん。トレーニング動画だと試合の動画でマット作られちゃうな。絶対作られるでしょ。うん、仕込みのリハーサル頑張って。仕込みのリハーサルって何が、うん、うん ウイさん仕込みのリハーサルって何だろう何の話、はあ でも配信に関しても本当全部がリンクしてると思っててぶっちゃけな話なんか生活保護の人にもそう虐待されてた人にも精神障害を持ってる人にもなんかいい意味でアイコンになりたいのぶっちゃけな話なんか障害持っててもアスペでもやりゃできるでしょみたいなで障害を言い訳にしてやってないだけでしょっていうのがあると思うの俺 その虐待にしろ要は弱者って呼ばれてる人、うん、やればできるっていうのを見せちゃえば、うん、もう全部言い訳できないし希望になるじゃんあなんだってやればできるんじゃんって俺障害者だからって諦めてただけじゃんっていう障害者でも活躍してる人いっぱいいるから世の中、うん、それを俺は先輩から見てきたから本当にいるんだよ障害持って,て大活躍してる人って だからね、なんかね、その辺をね、なんか示したいんだよね。例えば、その、おっさんでも若いやつに勝てるとかもそうだしさ。うん、俺、アスペだからってい言い訳してねえよ。言い訳してないよ、全然、うん。言い訳してないじゃん、全然。してるじゃあ、理解できないことは理解できないって伝えてるよ。うん。アスペだからっていう言い訳にはしてないよ。うん。 それは俺一番嫌いだもんアスペだからやらない分からないからもっと教えてっていうアプローチはずっとしてるじゃん、うん、俺言い訳しないよアスペを俺嫌いだもんそういうのなんかふと思ったんだけどなんとなく和田さんって考え方スタイルが家入り一馬っぽいよねあどうなんだろうな俺家入り一馬は実はね響かなかったんですよ よく家入り一,一馬が好きな人は俺の放送を見る人多いんだけど実はね俺家入りさんかっこいいなってあんまりこの人面白いなとは思うんだけど家入り一馬信者にはならなかったの俺は俺実は逮捕される前日にかっこいいと思って悔しいって言ったことあんだよ YouTube の動画見てこいつ悔しいって言ったのが坂口恭平こいつ俺がやりたいこと全部やってるって言った俺坂口恭平見た時俺はこいつみたいな生き方したくて こいつやっちゃってるよって思ってすっごい悔しかった悔しいし惚れたそれが坂口京平だからその家入一馬じゃないんだよ坂口京平って知ってるうん坂口京平うん手を振りながらうん坂口京平めちゃめちゃかっこいいね要は彼もそううつもってるわけじゃんだけど全然成功してるわけじゃん坂口京平知らないんだめちゃめちゃかっこいいよ あれは本当なんだろう俺が理想とする生き方やられちゃってるなと思った負けたって思った年上なんだけど坂口強平はあの日本国政府の総理大臣なの面白いでしょまずもうこの国終わってるから国を作ろうと思ったんだよだけど坂口強平頭いいから弁護士とかに相談して友達とかに聞いたらそれ国家反逆罪で死刑だよって言われたそれは嫌だと じゃあ、どうやってこの国を変えようかって言ったら、政府っていうのは作れるっていうアイディアを作ったの。要は、国は作ったら国家が反逆罪だけど、政府作るのありって言ったら、実は政府って、その憲法とか法律に書いてなかったの。だから、その瞬間に、俺、内閣総理大臣やりますって言って、勝手に政府作っちゃったの。面白いでしょ で、それが、その活動が評価を受けて作家活動とかで、要は独裁国家の作り方っていう本とか、要は一定のファンがいるのよ。3万部とか5万部とか10万部とか売れる。コアファンがいるの。この人の生き方すごい面白いと思って。日本に生まれてて政府を作るっていう考え方ってすごい面白いじゃん。うん。坂口京平さん。うん。で、その、もともと建築家なのね。彼の本業っていうのは作家じゃないの。だけど、 あの、家賃を払うのは意味がわからないっていう考え方を持ってて、なんで、その、なんだろう、普通の人は <laughs>、アルバイトで働いて20万円ぐらいの生活なのに、なんか東京とかのわけわかんないところとか六本木とか住むと、20万円取られるんだと。もう意味がわからんと。で、それで権利収入を得てるやつとか狂ってると。だから俺は家は建てないって言って。で、どういう家を作るかっていうと、3万円でホームレスから教えてもらって、その、 ダンボールハウスとかを作るんですよ自分でコミューンっていうかねそのなんかね要は宗教家なんだよ彼って思想家なんだよそのアートと思想と文学とかは全部ねマッチしてんの音楽とかが全部が坂口恭平なの要はいろいろやってるんだけどその全部行動に起こしてるしで一定の少ないリスナーとか少ないコアファンなんだけど生きていけるんだよあと例えば あの絵の値段についてそのドローイングって言って絵を描いて売ってるんだけどあの俺は1枚のドローイングを描くのに2ヶ月かかるとで他の絵描けないっていう自分の特性を知ってるのねだから俺は嫁さんと子供2人いてで1ヶ月25万円あると超ハッピーだっていう話をして絵を買う人にで俺はお金を作ると1坂口を作るとそれは日本円でいうと50万円なんだと。 要は2ヶ月に1枚絵が売れて1枚絵描いたら超ハッピーになれると。でこれで経済回ると。それが俺の経済なんだって言って1坂口は50万円だと。つまりこの絵の値段は50万円だっつったらもうぴったしカンカンって言って買ってくれるんだよ。本当に坂口恭平のこと好きなファンたちが。でぶっちゃけた話その買う人が言ってたのが47万円から55万の幅でそれ以外の値段要は下すぎても上すぎても俺は買わなかったっていう,言うらしいよ。 これが本当のエコノミクスだとかさ。面白いんだよ、喋りが。無政府主義者ってことではないんだよね。要はね、相うつ病なんだよ。メンヘラなの、彼は。だけど、何が面白いかっていうと、メンヘラなんだけど、合理的で、かつパワフルなの。要は、あの、統合主調の世界じゃん、要は。なんか独裁国家作るわ、とか言って。だけど、それをちゃんとやるんだよね。結果を起こすっていうか、そこが好きなんだよね。メンヘラを超えてるっていうか。 メンヘラを武器に変えてるんだよね。坂口京平、そうそう、ヤバゾウさん,、うん。無政府主義者ではないんだよ。多分ね、動画見てくれたら、あかっこいいって言うと思うよ。あ和道が本当にやりたいこととか、完成形ってこれに近いんだっていうのは分かると思う。それは俺、坂口京平を意識してるんじゃないんだよ。彼に憧れて追っかけてるタイプじゃないの。俺はどっちらかっていうと、そういうのって、水道橋博士であったりとか、そっち系なんだよ。ただ、坂口京平。 っっっぽいいモデルみたいなの頭の中にずっとあって俺の生き方とか完成形ってこういうことだろうなみたいなあったんだけど、それをまんま実践してる日本人がいたのかっていうのを知らなかったことに恥じたね、かなり。いや、チェックしてなかったっていうの。超かっこいいよ、坂口京平。うんうん 多分ね、和道のリスナーさんで、俺に好意持ってる人だったら、多分ね、坂口京平の信者になると思うよ。で、まあ、何の運命かね、やっぱ熊本県民なんですよ。熊本の男は面白いんだよな。昔から言われてんだよ。熊本の男は変人が多いってい。ベンチャー企業の社長、圧倒的に多いのが熊本なんですよ。 熊本なんで多いかっていうとね港町があって新しい外国の文化とかを取り入れるのにすごい敏感な国民性県民性なのだからネットワークビジネス強いのも熊本だしベンチャー企業の強い経営者も熊本の新しいこと大好きなの熊本県民ってルールを守るのは苦手なんだけどルール作るのはあいつら超得意だからなんかね日本人じゃないみたいでいいよ といい,言い方してるよ。 坂口恭平の動画みんな見に行っちゃったよ失敗したなみんな60人全員坂口恭平の動画今 YouTube で見てるコメント止まった <laughs> これが配信者としてダメなところだよ、ね、<laughs> 宣伝をしちゃうっていうね見てるでしょもう手に取るように分かる、うん、<laughs> かっこいいでしょでも 泣くからね普通に号泣したりするからねトークしててすごい世界観がすごいよ本当に、めちゃめちゃだからとんでもないやつだからイケメンだし何飲んでるのお茶お茶水道水にティーパック突っ込んでる 鼻痛いもん擦り傷でゴルゴいらっしゃい上流とか対談してるんだねそう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 うん明日の予定は 明日の予定、土曜日の予定、フリーだなでも3連休だから、土日月って休みだから、まあ日曜日はドレさんの、ね、スパーリングだし、どうしようかなーとか思ってて。何にもないんだよね。うん、旅配信用の家作ろうかなーとか思ったりしてるけど。うん、あの、自転車買って、 自転車に家リアカーでけん引させてそれで旅出たらいいかなとかも思ってるんだけどただから充電ができないんだよねそれだとそしたら泊まるところにお金かかんないから、うん、もう今の感じだとさあのホテルとか満喫とかもお金多分捻出できないからとりあえずここの家賃払いながら飯だけ食えれば生きていけるから水と食料はまあぶっちゃけおにぎりとペットボトルの水 で、水なんか公園で水入れればいいから。電気だけなんだよ。旅は日本全国。海外じゃないよ。日本全国。うん。い色々考えてんだよね。身一つの方がいいのか、まあ、テント持ってった方がいいのか、それとも、リアカーに家作って、リアカーで生活するかとか、色々考えてるね。 ブ、うん、レハブみたいなさ、ベッド1個が入るスペースの空間作って、それを自転車かリアカーで引いて旅しようかなと思って。6月までに全国じゃなくて、一回帰ってくる感じだね。企画のために。ソーラー電池がね、蓄電器とソーラー電気があれば、屋根にソーラーつけたらいけるかもね。うん、それもありだよね。うん そしたらもう家賃払わなくていいかも、ねうんだよ。そうしたらマイホーム、夢のマイホームを手に入れられるから。うん、やっぱ家欲しいもんな。一国一城の主になりたいかんだよ。 やべえな目目が疲れてんなっていうか俺飯食ってねえわなんか調子悪いと思った腹減ってんだでもさ俺本当にのんたんのこと好きなんだよ俺なんか、うん、ちょっと悩み相談しかそってるからみんなに悩み相談していい 聞いてくれる <laughs> まあかそってるから次 YouTube にお前動画あげるじゃねえかよっていう話なんだけどまあ、だどうせ誰も見ないから、うん、好きな人コアなファンしか見ないからいいんだよいいんだけど俺本当にに飲んだのこと好きなんだようん本当に好きでであのなんだろう彼女のこと信頼してるしあの彼女とずっと一緒にいたいなっていうのは本音であるんだよ この人だなと思っててでもさなんかほらノンタンはいつも不安なわけよ浮気してるんじゃないかなとか結構そのなんだろう焼きもち焼きっていうレベルじゃないぐらいまあみんな知ってると思うけどどうしたらいいんだろうなっていうのはすげえ考えてんの俺の中でその彼女との関係がどうしたらうまくいくかなっていうのは結構悩みで恋愛相談なんだけどどうしたらいいんだろうか彼女と俺がうまくいく方法は。 で俺はその配信が原因じゃないと思ってんの。あの、配信やめる気なんかさらさらないから。うん、その、なんだろうな。どうしたら彼女とうまくやってけんのかなっていうのはね、結構ね、どうしたらいいんだろうっていうのは頭抱えてんだよ。あんま、その、さっぱりして考えないときもあるんだけど、うん、俺、女心どころがさ、あの他人の心を読むのは超苦手だから、わかんないんだよね。 なんでそういう考え方するしちゃうんだろうっていうか俺浮気なんかしてねえのになーとか思ったりとかもするしどうすればいいんだろううんだってぶっちゃけさ俺のことかっこいいって言ってんの飲んだんだけだよ <laughs> そう思わない なんかさ、ノンタンからするとさ、女性リスナー全員敵みたいな、ライバルみたいにさ、ノンタンは思ってるけど、俺の女性リスナー、俺に惚れてないじゃん。ぶっちゃけ。だから、俺からすると結構、ぶっ飛んでるなって思っちゃうわけよ。100%うまくやってくる男女なんてあんのか。まあ、ないだろうね。うん、でも、彼女が笑ってないんだよね、最近。俺、ノンタンが、ヒャッハーしてる時大好きなの。 楽しそうに、もうキャッキャッキャッカして、するんだよ。子供みたいに。あののんたンを、やっぱずっと一緒にいたいから、もう、なんか、ヘラってるとき、もうほんとうずくまってるんだよ。すごいんだよ、ヒャッハーしてるノンタン子供っていうか、無敵なんだよね。うん。毎日が楽しいし、感動するんだよね、なんか。うん。こんなになんか小さいこと一個一個で、 喜怒哀楽出せる人間がいるだろうかっていう。うん。ンタンの勝んたんの性分だからそれを受け入れることが大事なのかな。もうそれも全部ひっくるめても好きになるしかないのかね。うん。どう考えればいいんだろうね。そもう。う浮気してるでしょうとか。ねえ。浮気の定義が広すぎるんだよね。のんたんの。うん リアとされたら浮気だからね。さあも、された方が浮気してるわけだから、もう全然意味わかんないねえよ。波動と風水研究したらいいよ。ああ、そうなんだ。うーん。元気ないとやっぱもらっちゃうっていうか、ノンタンが元気出ねえと俺も元気出ねえよ。うん。逆にのんたンが元気で、俺も元気でノンタンにあげたいと思ってるけどさ、なんかうまくいかない時もあるんですよ。うん うん、だんたんでいるとねもう本当にね面白いもんだようん超面白いようんでも飲んだんが配信見に来なくなったのは結構ショックなんだよねうん <laughs>、うん <laughs> 聞けば、のんたんに。いや、聞いてるよ、毎日毎日。どうしたら楽しいとか、どういう時がいいって聞くけどね、うん。聞いてる聞いてる、うんうん。人の笑顔を作るのって難しいよね。うん、なんか、ホワイトデーもさ、のんたんからベルトもらったから、 仕事の帰りに1時間ぐらい新宿の店なんか7軒ぐらいはしごしたんだよそのいろんなショップ行ってノンタんに何プレゼントしようかなつっつてでも結局わかんないんだよねノンタん何も欲しがらないんだようん何が欲しいか決めてって言ってるんだけどうん難しいよね相性が合う人間って本当に1万人に1人ぐらいいやもっと少ないでしょう もっと少ないでしょう。1万人にひ人あ、まあ俺、俺だからなのかな。1万人に1人いたらすげえいい方だよ。俺本当に3万人に1人とかだと思うよ。俺のこと、いいって言ってくれる人。うん、で、3万人に1人、いいって、すごくいいって言ってくれる人がいるんだけど、ほとんどの人が、なんか1万8000人ぐらい俺のことを大嫌いって言われるから。<laughs> そういうタイプだと思ってる。うん いや、ニコニコしてるんだけどさ、うん。あ、でも俺結構ね、自分がニコニコしてると思ってても、結構ね、鏡見るとね、こんなに真顔なんだって言う時あるよ。自分ではくっそ面白い時とかあるんだけど、悪い顔してんだよね、そういう時って。<laughs> 悪い笑顔してるっていうか、うん。そうだろうね、多分ね。うん。 うん広い気に似てるお昔よく言われたね髪伸ばしてあの中分けにして中分けにしてってやると <laughs> 広い気っぽくやたらうなずいてパチパチするん 白雪っぽいでしょ、うん、顔の系統ちょっと一緒なんだよね。わしっぱなで。俺の方が太ってるけど70億人に嫌われてるそんなことなくない。それ被害妄想でうんハゲとるよ。うるせえよ。ハゲてるわ。<laughs> 俺が一番俺のハゲを知ってるからね。なんか「ねえねえゴミついてるよ」みたいな感じでさみんな言うの。バドハゲてるよって知ってるって。 俺が一番俺の顔見てんだよ逆に知らないと思ったのかよこの際本気で結婚すればいいのではあ全然なななあのね結婚別に全然できるんだけどちょっとね家庭の事情でできないんですよひろゆき知的だ俺全然頭悪いよひろゆき超頭いいと思うけど、うん 広は賢いよねひろゆきは頭いいなとかすげえなーとは思うけどこの人になりたいとは思わないかもしれない <laughs>、うん、なんか楽しそうだなとは思うけど坂口恭平みたいな感覚にはなんなかったね背投げ生えてるしよう、うん、すじもうるせえよ、うん でもね、結婚したからっていう、その、形の問題じゃないと思うんだよね。別に結婚したいなら、するし、全然。俺もしたいと思うんだけど、そこ、そこしてもね、うまくいかないときうまくいかないんだよね。なんか形の問題じゃない気がするんだよね。なんだろう。う指輪でも作るか。うんノンタんたんとね、 どううやってて人生生きていこうか、ね、俺32歳だね今年今31おっさんです関信吾とか柴田とか野田造りとか石川紀之とか要はなんかあの彗星が落ちたらしくて地球のどこかにでゴミが大量に生まれたんですよ <laughs> 1985年に多分隕石が落ちたよね なんかね突然変異でねゴミくずがいっぱい日本に生まれたっていうゴミくずの当たり年ボ,ボジョレヌーボー的な <laughs> すごいんだよこの世代、うん、何があったんだろうねこの世代、うん、一行部は鮫島さんとかティロフィナーレ香川とかね絶対なんかあるよねこの世代 見事なゴミっぷりだもん。配信者はでもゴミじゃないとダメだよな。ゴミであればあるほど面白いもんね。ワ、う、ド、ん、さんはふわっちでどんくらい稼いでますか僕はですね、先月25万円で、えー、っと、その前が20万円、その前が16万、その前が18万かな。まあ、端数を省略するけど。でも、そっから延長チケットとか、 買ってるるるかかから回延長すすのに円んですよだからまあ手取りは少ないですよもっとアイテムに交換してるんでまあでもまあアルバイトをするアルバイターぐらいには稼げてるからアドは何食ってるのメシいや全然、うん、好きなもん食ってるよじゃないとこんな体にならないでしょメシは食ってるよ単ゃと食ってますよ あー、すごいね、俺ごいね俺 <laughs> すごいよね。すごいよねすごいよね俺やめた。すごくないよっていうのやめた。すごいよな、俺な。配信で飯食ってるんだぜ。すごくね <laughs> すごいよな。でも冷静に考えてさ、客観的に考えてそこそこすごいよな。よくよく考えたら。 ネットの前でさカメラに向かって喋ってるだけでお小遣いもらえてんのもんなやべえなよくよく考えると語彙数だよね <laughs> 語彙数だよ、うん、もっと褒めてもう30分やろうかな延長します、うん、配信ジャンキーだね うんだって、あれでしょ正義の味方も生主だから分かるけどさ、4時間とかやる気になんないでしょ正直。30分とか1時間で結構一番いい感じじゃないで、毎日やろうとかもないでしょ俺もうダメだもん。配信やらない日でも悩むもん、配信で。今日は休むべきかとか。分かる普通の人って、あ、今日はやらない っっていいうのをきりりででるるけどやるかやらないかかかららな悩むね、うん、あんまり無駄遣いしないよねワド無駄遣いいしなっいていうかね生活保護いや全然するよただあの生活保護の生活が染みついてるわけよいや13万円でどうやって生きていくかっていうのだけやってたから食費を500まあ今全然ね700円とか800円の飯食ってるけど1000円とかのラーメンとかもねだけど基本的には ド貧乏のど底辺だったわけだからやっぱりそのお金を使うことに慣れてな,くな,慣れてないよね4年間生活保護だからふわっちはアイテムもらってからどういう風にお金にするんですか初見だけど和堂さんにはまりそうああ全然全然面白かったらフォローしてくださいあのねポイントもらうじゃないですかで例えば500円あの花火一発ってリスナーさん1000円で買ってるんですよ セールの時とか割引になるんだけど、まあ、基本的に1000円で買って、1000円のアイテム使ってもらったら俺に500円入るの。だ半分入るって覚えておいてください。で、入ると、放送を枠切った瞬間に、あなたのポイントはいくらですって言われて、あの、ポイントがどんどん蓄積されんの。自分のアカウントに。で、何に変えられたっけな、アマゾンギフト券と、ちょ、見てみるわ。アマゾンギフト券、 えー、銀行振込銀行振込は月1回なんだけどえっ、ー、と iTune カード PEX で俺はこの PEX っていうのが一番よくて楽天銀行と PEX っていうのをリンクさせるとあのね1分とかもうリアルタイムに10万円まで一気にその引き出せるんですよ何回でもただ1回その手数料に50円かかるのね振り込み手数料にだけどさめちゃめちゃいいじゃん だからお金ないなと思ったらすぐあみんなそうだと思うんだけど旅配信やってる人とか「今日お金ねえわ助けて」って言うとみんなバーンって花火を受けて1万円になってありがとうっつって配信切るじゃんそしたらもう楽天銀行行ってペックスにまずふわっちからペックスに行ってペックスから50円あの振り込み手数料ですぐ現金ができるとでコンビニ行って金を下ろすと多分これがみんなよく使ってるパターンだと思う銀行振り込み使ってる人あんまいないと思うよ 風船は入る半分入らないね風船はだから一番その風船って0.5円じゃんあのポイントの割りはよくないんですよだから風船を1,000個やるよりもあの花火一一発回上げた方がいいと思う、うん、まあでもそれはリスナーさんの自由だからコツコツ風船何個もやりたいっていう人もいれば花火一発ドカンの人もいればそれはまあその俺が口出す問題じゃないよねうん みんなのさ、チップだからこれは。100円ローソンコスパいいぞ。おー。あ、俺、風俗行かないんですよ、うん。あの、風俗も若い頃行き尽くして。あの、あんま好きじゃないんですよね、うん。なんか、あの、いい女抱きたいの、いい女の定義が俺ずれてるらしい、うん、若い女とか美人の女にあんまり興味がない。もちろん、綺麗な人は好きですよ。 ただ、なんだろう、う内容のある人間性みたいなのがある人の方がすごい好きなんですよ。深みがあるっていうか。わ、うん、かるかなこれ。だから、なんだろう、う風俗場に金を落として性欲処理するっていうのがあんまり苦痛でしかないね。わかる、うん うん若い時は違ったよ綺麗な女の人がいいなとかおっぱいでかい人と一致したいなってあったよだけどあのね側ってね側ってなんつうんだろうな側って飽きるんだよ <laughs> うんノンタン47うん 47歳だね。俺の15個上だから。58歳のおばさんに浴場したから。<laughs> 和道に風船あげてアイテム投げるのをリスナー促してる。ん和道に風船あげてアイテム投げるのをリスナーに促してる。<laughs> うん、あ,あ伏線、伏線を作ってくれたんだ。アイテム投げるタイミングを。それ俺は潰しちゃったんだ。マジレスしちゃったんだ。 いやでもそういうことなんだよ結局リスナーさんがそういう流れを作ってくれて風船もらえると嬉しいなっていう女の子が風船もらえるんだよわかるキャバクラなんだよこれってえー、誰々さん風船くれるのありがとうっておっぱい寄せられる女の子がもらえるのわかるであ何何じゃいつもありがとうえー、風船くれんのいいよいいよなんだよくれんのかよはい風船ありがとうって言えるやつが この世界ではうまくいくんだよ。わかるっしょ、これ。うん。わかるっしょ。ただね、俺がやったら燃いきなんだよ、それ <laughs>。絶対キャラクターとしておかしいんだよ。成り立たないんだよ。わかるから、俺自分の顔面の偏差値ぐらい。うん。誰がそこに需要あるんだっていう。うん。それよりもね、俺がね、なんか、あの、俺のことを好きな人って、なんかね、なんかこう、 お金持ってて余裕ある、あの、なんつうんだろ変人が好きな社長とかがターゲットなんだよね。俺おっぱい寄せますよ。寄せますせー、ね。うん。そう。色気は売らないっていう。色気なんか売れないよ。アイテム投げないとってリスナーに思わせるために一つ投げてる。ああ、ありがたいね。うん、でも、 なんかフワッチのリスナーさんってそれが常識があると思ってて逆に言ったらニコ生とかあのキャスが今までおかしいことをやってたぐらいに思ってんだよこれマジの話するとだってさあのキャスって冷静に考えてさリスナーさんがお金買ってガン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 サイトは儲かってるだけで配信者はそれで食えてないんだよおかしいじゃんどう考えてもおかしくない だけど、ふわっちって、逆に言ったら超まともなことやってて、配信者さんがいないと運営サイトもうまくいかないしっていう考え方じゃん。だからお互い共演共存でいこうね、半々の関係でいようねって言ってくれてんだよ。すごくない俺だからまともに見えるんだけどな。ふわっちがやってることがまともだし。うん。で、好きな配信者いたら、アイテム投げて、ね、みんな、みんな良くない リスナーアイテム投げるリスナーさんもいい配信者も嬉しい運営も嬉しいって散歩をよしってこういうこと言うじゃん誰が損するのっていう <laughs> 誰も損しない世界ってすごいなって思うんだけど、うん、だからねそういうなんか黄金比みたいなバランスが崩れたサイトっていうのはどっかしら問題抱えてダメになっていくと思ってる、ねうんだだって普通の経済活動じゃん <laughs> 例えばさ、自分がラーメン屋やってます。で、お前のラーメンクソまずいんだって言われるとすんじゃん。で、店員さんが、いやいやいや、食べたことありますって聞いた。ねえよえ<あ>お前のラーメンクソまずいんじゃこれニコ生。<laughs> これがニコ生なんですよ。 もうすごいでしょそれが100人ぐらいのそういう客が青、うん、カムニータいらっしゃいまずこれがニコなのねうんうん <laughs> 金払えよって話ん <laughs> ててう,うん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 うううんうんキャスはポイント買ってもワダに金入らんしなそうそうそううんだからまあふわっちは綺麗だと思うようん 最高に綺麗なサイトだと思うね。仕組みとして。あの、o g l e がもっとすごいね。やっぱ、Google はその資本力で赤字垂れ流しながら、もうシェアを取っていくっていうやり方なんだけど。うん。ニコ生の方が素敵リスナーさん多いわ。あ、どうぞニコ生に行ってください。もう二度と来なくていいですよ。はい。どうぞニコ生の方へ。はい、僕、あなたは呼んでないんで。はい、<laughs> 止めないんでニコ生に帰ってください。 なんでここにいるのかな、うん、キャスはポイント買ってもわどドに金入らん。えらい花火上がってる。うん、だってさあの、YouTube とニコ動がどうやってどう負けたかっつうとさ、金が稼げて悪いって思う人いないんだよ、稼ぐ側からすると。優秀な人がどんどん入ってくるわけよ。Google は簡単に言うと、金ばらまいたわけですよ。 赤字を垂れ流してでもシェアを取るためにでしょだけど最初勢いあって超面白かったニコ動っていうのがもうどんどん衰退していくんだよダメじゃんなんでかっていうと金払う客は多かったんだけど金稼げる人は誰もいなかったからだよね、うん、だから結局優秀な人は稼げるところに行っちゃうわけですよゴテ後手後手だよ フワ,ッもあフワッチじゃなくてニコン玉もね近い将来投げ銭やると思うよ、うん、キャスは多分ね投げ銭導入しないだろうね売り上げが半分になるっつったらもう致命的な欠陥だからもう無理だからフワッチが伸び続ける仕組みなんだよね経営者が優秀だよここは。 最初かから半分しかないいっててう風に考えて従業員とか広告費とかのバランス考えるやり方ともう最初からあの配信者にお金投げない俺らの取り物全部取り分っていう風にやったら従業員とか増やしちゃうじゃんサーバー費とかどんどんメンテナンスするじゃんだからあのもう一回これだけでかくなって例えば売り上げが10億たってるのに来期から5億になりますってやらないでしょ経営者だったら。 だったら売り上げ8億になってもいいから8億取ろうって絶対考えるんだよ最近急激に不安値に有名配信者集結してるねまあね、うん、まあだから本質をついてるからだからみんな噂でえってあれでしょどうせ人いないんでしょとかさなんか金集金サイトでしょって思ってるけどやってみたらいいじゃんっていうのが分かるの、ね、よだから俺もその口だからえ全然人いないじゃん数ってるじゃんって うん、思ってたけど実際来たら閲覧200だったのえっと思ってアクティブ 200? と思って、うん、ツイキャスでやってもアクティブ50しかいかないんだけどと思って俺は実は稼ごうと思ってやったんじゃなくて閲覧が多かったからあの始めたので10日間やったら閲覧が多いからっていう理由で10日間やったらなんと3万円もらえたんですよ10日間でえっと思って10日間で3万と思ってめっちゃ美味しいと思ってこじってないのにと思って で、もうドハマり。ドハマりですよ。ここ神サイトだわ、リスナーは多いし。要はね、配信者と、あの、リスナーさんの数のバランスがすっごいいいの。ふわってって。要はね、キャストかって配信者多すぎるんだよ。だからもう埋もれまくってるじゃん。だからね、人が増えてね、どん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 増えていくのね、あの、とんでもないことになると思うよ。 おっぱい舐めました奥さんの。おっぱい舐めますよ、それは、うん。おっぱい舐めないで何舐めんだよ。うん、あどドレさんの放送始まったから、俺、ドレさんの放送見に行きたいから、ごめん。あの、放送今日これで終わりにします。ちょっとね、俺ね、深夜のドレさんの放送めっちゃ楽しみにしてるんだ。<laughs> うん、今日これくらいで終わりにするわ。あ、マチルダい,いらっしゃい、ワドつ じゃあ今日これで終わりにします。おつおつみんなありがとね最後までちょっと俺ドレリスナーだからドレさんのところ行ってくるわうんおつかれいありがとねいつも、えー、花火33発ありがとうございました助かりました、えー、アイテムくれた人紹介していきましょう、えー、タッツンさんありがとう、えー、ジャグさんありがとうミーすけさんありがとうカエルさんありがとうマキルさんありがとうタッツンさんねあとリュウさん、えー、たくさん花火ありがとうございました